2020年3月30日月曜日の木村よしこの気になる銘柄です。今日のお話はこんなお話です。木村よしこです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今日はですね、ドラッグストアにやってきまして、欲しいものはみんな買えたんですよね。トイレットペーパーですとか、それから普通に使うそのマスクなどにも使える、キッチンタオルですね。そうしたものもみんな買えたんですけども、1個全く在庫がない、注文しても入ってこないとドラッグストアの方がおっしゃってたものがありました。これ私欲しかったんですけども、全くないそうです。これ空腹時にも飲める解熱剤なんですけども、少し熱っぽい時にですね、飲んだりするといいですよということを、Facebook でお友達になっていただいている、いろんな専門分野の先生たちに教えてもらって、これを常備してるんですけども、これ全くないそうです。皆さんこれ何に使ってるんですかね。まあ何軒かちょっと回ってみたいと思います。意外なものが売り切れてるんですね。ということでまた、ご視聴のほどよろしくお願いします。2020年3月30日月曜日の木村よしこの気になる銘柄です。さて先ほど見ていただきましたようにタイレノール売り切れの謎、これに迫ってみたいと思います。そしてトランプ大統領大号令ですよね。人工呼吸器関連にも触れたいと思います。それからソフトバンクグループ、いよいよ正念場を迎えているような気がいたしますので、こちらも続報をお届けいたします。さて、何故タイレノールが店頭で買えないのかなということが不思議でしたので調べてみました。このタイレノールはですね、アセトアミノフェンというものでできている日本販売で唯一の単一製剤ですね。解熱と鎮痛の作用に優れておりまして、武田薬品系の企業で2017年から定期販売をされております。そしてですね、このタイレノールですけども、1953年、アメリカのマクニール研究所で作り始められまして、子供用だったんですけども、大人にも支持されまして、1959年、ジョンソン&ジョンソンがこの研究所を買収し、そして鎮痛剤市場の約 35% をタイレノールが占めるという大変な大衆薬なんですね。こちら、大変穏やかな効き目でですね、空腹時にも飲めるので、まあ私は徴用しているところなんですけども、全然売ってないということですね。まあやっとネットで見つけたので、一つだけちょっとね、ネットなのでどうかなと思いながら一つだけ注文してみましたけど、いつ頃届くんでしょうか。さて、このジョンソン&ジョンソンのホームページを見ますとですね、世界の公衆衛生上の脅威に対応するため、多角的な取り組みを開始しましたということでですね、2月の4日、ヤンセンファーマシューティカルカンパニーズにリソースをですね、結集し、いろいろな病気に対抗するために取り組みを始めましたということですね。で、ヤンセンファーマはですね、ジョンソン&ジョンソンの医薬品部門で、あるヤンセンファーマグループの一員で、ベルギーに本社を置く、医療用医薬品専門の製薬会社です。まあ、日本との関わりは、1978年4月、共和発酵工業とジョンソン&ジョンソンの合併会社として発足したんですけれども、今はジョンソン&ジョンソンが 100% 出資しておりますので、共和発酵とは、現共和キリンですね、関係性は薄いようですね。さて、まあ、この仮説、まあ、中国などで大量にアセトアミノフェン需要があるから日本で買えないのかなっていうね、ふうに思ったんですけども、それだけではないようですよね。こちらなんです。はい。2017年の原材料メーカーの事件が尾を引いてると思われます。2017年、今から3年前ですね。解熱剤ですね。鎮痛薬の原料であるアセトアミノフェン。こちら、タイレノールの主役ですよね。主要な成分です。無届けの中国製原薬を混入して、水増しした和歌山の製造企業がありまして、まあ、業務停止処分となりました。この山本化学工業は、このアセトアミノフェンで流通している風邪薬の8割のシェアを持っているので、さあ、大変です。そしてですね、この背景には、日本一般用、医薬品連合会の泥沼の内紛が関係していると思われます。
まあ、この騒動の発端は山本化学工業のアセトアミノフィンのこの中に中国製の原薬を混入しているということが問題になりまして、当時ですね、再選を目指していた興和の社長だった三輪さんがですね、まあ、この問題を重く受け止めまして、納品先の企業や商品名の公表に意欲を持ってたんですね。そうしたことに対してとんでもないよ、そういうことは、ということでですね、まあ、大正製薬ホールディングス社長だった上原さんですとか、それから柴田仁さんですね、大興薬品会長ですね、こちらを選出しまして、この三輪さんをですね、もうこの力なきものにしようとする動きがあったんですね。で、この三輪さんは大変立腹されまして、事務局を運営されていた理事長、こちらは元厚労省の審議官ですね、医薬品担当 の審議官だった黒川さんを、そんな事務局の運営はけしからないということで解任しました。そして、柴田会長と黒川理事長を名誉毀損で訴えたんですね。柴田さん側はですね、この三輪さんを被告としまして、一般薬連の名称使用の差し止めを求めて、東京地裁に提訴いたしました。まあ、この泥沼の争いがあったんですね。山本化学工業が原材料を水増ししていたことに対するこの泥沼の内紛、これが決着したのが今年の3月4日っていうからね、ちょっと待ってよとなりますよね。今世の中がどんな状況か皆さんご存知ですよね。で、今現在ですね、日本一般用医薬品連合会の会長はこの柴田さんです。大興薬品会長の柴田さんです。なんかお上品そうな、すごく素敵な紳士なんですけども、まあなかなかちょっと背景考えるとげんなりですよね。まあそういうことでタイネロールが今手に入りにくいのかなと思います。二つの仮説から考えてみました。さて、トランプ大統領、 GM の人工呼吸器製造を命令いたしました。国防生産法に基づくものです。ちなみに GM はダウ工業株30種平均に含まれておりません。しかし雇用されている方が多いので、まあ、救済策として有効ですよね。もちろん大統領選挙を意識したんじゃないかなというふうに思います。さて、日本ではですね、旭化成がこの関連株と言われております。というのも、2014年6年前にですね、この人工呼吸器メーカーを買収しているのが旭化成だったということですね。2020年増産体制を引くということで、まあ、関連株として、注目している方たちがいます。まあ、GM に勝てるかどうかっていうのはね、またちょっと違う問題だと思いますけども、こんな話題も知っておくといいと思います。さて、ソフトバンク、いよいよ正念場と言いますのも、3月27日、経営破綻いたしましたイギリスのワンウェーブですね。ソフトバンクの持ち分法適用会社ですので、まあ、2000億円を投資したんですが、まあ、こちらの会社が経営破綻したということですよね。まあ、この新型による資金、金融市場の混乱で追加資金を調達できなかったとソフトバンク側は説明してるんですけれども、それだけなのかなというふうに思いますね。まあ、ソフトバンクはですね、今、孫さんの持ち株が増えてますよね。で、いろいろ自社株買いをしてるんですけれども、まあ、孫さんですとか、有限会社孫ホールディングスですとか、孫アセットマネージメント合同会社ですとか、孫エステート合同会社、有限会社孫コーポレーションがどんどんソフトバンクの自社株買いをしてるんですけれども、ちょっと様相が変わってきたように思いますね。大丈夫なんでしょうかね。さて、そうなりますと、サブスポンサー先の8963のインシブル投資法人もやっぱりこれを意識せざるを得ないですよね。7月多額返済へのサポートは期待薄なんじゃないかなと思います。まあ、ぜひですね、この関連銘柄を持っている方は今一度ファクトチェックをしてみてはいかがでしょうか。そして、スパークス新国際有料株の日本株ファンド、厳選投資を謳ってますからね。こちら、投資判断として格付けがですね、投機的と格付けされましたニュースがありましたので、この組み込み比率を減らすざらを得ないでしょうね。だって厳選投資なんですからね。こうした投資信託の動きも、ソフトバンクグループにとっては逆風になると思います。さて、今日の気になる銘柄はこんな市場ですけども、
IPO 申し込み期間中の会社に注目してみましょう。サイバートラスト4498、認証関連の仕事ですよね。4月17日に上場予定です。ソフト、バンクテクノロジー、それから、これが、名前を連ねている大株主です。こちら、高く売って、資金を調達したいでしょうね。オービックビジネスコンサルタント、ラックなども入っております。仮条件決定が明日ですね。そしてブックビルディング4月1日から4月7日。公募価格決定が4月の8日です。ロックアップ180日。いろんな背景から、ちょっと注目したいですね。さて今日の差し棒は、USS さんの IR 説明会でいただきました。この書きやすいペンです。とってもいいです。さて、また明日も面白い話を見つけたいと思います。さて、いかがでしたでしょうか。やはりですね、出歩いて取材してみないとわからないことも多いものですよね。世の中には出歩き自粛ムードがありますけれども、エチケットを守りながら取材を進めてまいりたいと思います。それでは明日の15時もぜひご覧ください。チャンネル登録の方もお待ちしております。1週間始まりました。今週もいい日が多いように願っております。それではまた明日。